あ、似合う、ありがとうございます。そうで、この服はこの前探してた服見つかりました。これこの前ね、ずっと探してて今日見つかったんですよ。そう、これはね、去年買った服で、なんかの、なんだっけ、なんか NGT のアプリのなんか説明みたいな動画で、多分ツイッターに上がってると思うんですけど、あ、バラありがとうございます。どこにあったの？普通にいつもの服しまうところにありましたそう、今日なんかたまたま違う、今日は普通に着替えようと思ってクローゼット開けて服収納してるとこ見たらあったんです。なんでかわかんないけど、なんかさ、おでこ広く、私おもながなんですよ、顔が。だからポニーテールあんまり似合わなくて、そう、顔が大きく見えるんですよね。そう、くじんちゃんありがとうございます。だからね、あんまりポニーテールはねやりたくないんですけど、そう、でも今日はちょっとやっちゃいました。お団子もできなくはないんだけど、髪の量が足りなくて変なお団子になっちゃうんですよね。ですよ、全く手ね、大きいんですよ、私の手は。すごくありがとうございます。そう、デコ出しやりますね、いつかでもデコ出しはレア配信にするから、レア配信になるから、絶対見に来てください。デコ出ししたら、髪ね、すきたいんですけど、まだすかない、すきないですね。切ったばかりなんですよ。でもすく、なんか切りっぱなしね、すごい似合わなかったので、すきます。やっぱりポニーテール変かもしれないなんか似合わないか、なんだろうね、何かがいつもと違う。前髪もうちょっと巻けばよかったの。なんか今日前髪ね、あんまり、そう、手本当に大きい。でもパパよりはちっちゃいですね。妹の方が大きい。ゆうは手はまだそんなに大きくない。ポニテ最強ね、なんかみんな言うよね、アイドルのファンのことはポニテ好きですよね。ポニテとツインテール、高めのツインテールがすごい好きですよね。あ、ゆうの好きなところも場面送った、ありがとうございます。後でじっくり見たいと思います。何点の前髪、うん、何点かな、53点ぐらい60日おめ、ありがとうございます。そう、みんなにお願いしたから、みんな送ってね、ゆうのもばめに返信してください。これは普通に売ってます。なんなら100均にも売ってるよ、これは。そう、どこでも売ってるそう、こういう服とか肩が見えちゃう服着るときはね、これをねつけます。明日までにメール送ります。あ、お待ちしてます。付
つけなくていいよって、つけなきゃいけないんですつけないとダメなんですよ。まあ女性にしかわからないことですだからもうこの質問はいいんです。はい、触覚のこだわりはないですね。触覚をね最近変えてない、だから触覚を使うことがないので、最近は結ぶこと以外。そう、前まではこう耳かけするときに触覚出してたんですけど、なくしてます。そう、今一番おしゃれして出かけたい場所は、今出かけたい場所はあるけど、でも特におしゃれして出かけたいっていうのはないかな。あ、だるまありがとうございます。はい、今日の本題です今日の本題に入りたいと思います。今日はお悩み相談、逆お悩み相談、私がみんなにお悩みを話す日です。そう、あ、そう、そうだ、さっき思い出したんですけど、明日はゆうちゃんの日なので、皆さんぜひモバメを撮ってお待ちください。私のモバメをね、ちょっと前髪、ゆうちゃんの日って言って毎月16日に16通のメールを送ってます。なのでとってみてください。あ、とってます、ありがとうございます。レベルだと、でも昨日の夜がすっごいやばくて、めっちゃもう病んでるっていうか悩んでて、すごく、でメンバーに LINE をしましたそう、なんかなんて説明したらいいのかな。そう、自分のことでね悩んでることがあって、私人気がないんですよなんていうの、普通に大雑把に言ったら、それでずっと悩んでます。レベルマックスです。昨日本当になんかいきなりね、そういう日があってそう、病む日がある、突然そういうので、そうで、誰に LINE したかって言うと、はるかに LINE をしたんですそう、今相談乗って、一番相談しやすいのは私はるかで、そうはるかにねよく LINE をするんですよ。そういうなんか悩みがあると、そうで、はるかに LINE をしました別にどうしようってわけじゃなくて、だから今日からちょっととりあえず1週間メールでね、さっき送ったんですけど、 SNS 更新週間、なんだっけ、 SNS 更新しまくる週間みたいな。そうだから、来週の土曜日までとりあえず1週間ね SNS を更新しまくってちょっと頑張ってみようって今日思ったんですよ。そうで、そう、はるかはね本当に話聞いてくれて、たくさんね慰めてくれる。そう、あ、教科書か、そう、そう、なんでそう思ったかっていうのは、まあでもショールームの視聴数とかそういう数字とか見るとやっぱりあーって思ったり、でもずっとそれはね自分の中でも分かってることな、分かってたことだけど、でもなんか夜とかさ考えちゃうんですよね、私よくないけどそういうのは考えるのはけどそういうの考えちゃって悩んでました、昨日の夜、あ、今日の朝も、今日の朝は早く起きちゃって、それでずっと悩んでて、そう、悩むっていうか、常にこれは頭にあることな時があります。そう、
そうだよね。でもやっぱりスリとか出るとそう思っちゃうよね。まあいつも思ってるんだけど。そう。でも別にこれは自分の問題なのであれなんですけどね。そう。それだけです。悩んでたことはで、いつもっていうか、まあたまにあるんですけど、こうやって読むときがいつもそう、答えは出ないんですよ。答えは出ない。でも自分のやることは見つけられるかなって思います。今日は具体的に考えたな。さっき言った SNS めっちゃ更新しまくろう習慣、それとかそうあるんですよ、たまにね。なんだろうね。ですごい自分にイライラして、そう涙が出ることはあるけど、そうなんでなんだろうね本当に。そうだからさっき自信をつけるためにみんなに送ったんです、メールで。ユウの好きなところ5個言ってってそうで、ユウはこの18歳になって目標を掲げたんですよ。結果を残すことと、あと私はキャラを定めるっていうか、なんて言ったらいいんだろうね。そうそのためにですそのためにそう言いました。そうなんか人と同じことやっても意味ないなって思って、だから料理ももちろん極めていきたいし、あとはでもそう無理なキャラを作るわけじゃなくて、自分でやりたいなって思ってるキャラを、キャラっていうか自分の、持ってるものを伸ばしていきたいですね。そうセクシー路線でいきたいけど、でもやっぱりセクシーっていうのはなんだろうね。でもそういうのはやっぱりさ、人気がないと見てもらえないじゃないですかだからそうすごい、もう今日はネガティブなんです。私ネガティバーなんですよよくないんですけど、ちょっとたまにはこういう感じでそう、そうなんだよね。そうなんかこのグループの中に2つのキャラがあるじゃない、あるとするじゃないですか。例えば何キャラ、ぶりっ子キャラの子がいるとするじゃないですか。それが2人そのグループの中にいたらどっちかしか伸びない、どっちかしかっていうか、なんて言ったらいいんだろう、難しいけど、そうどっちかじゃん絶対に。わかるかな、意味わかるかな。そうそういうこと意味わかんないそう、そういうことなんですよ。グループに、一つのグループに同じキャラが何個もいてもダメなんですよね。そう、だからセクシー路線で行きたいけど、うん、そうなんだよねって思いますそう
そう、でも人と被らないっていうのはね、難しい。自分は何か持ってるわけでもないから、そうだから 今日もセクシーだ、ありがとうございます。リミット解除？何？みんなありがとうございます。空いてないんですよ、それが。見るとね、たくさんこうやって視野を広げてみると。空いてない。そう、だから早く来年になってほしい。私グラビアやりたいんですよ。そうだから、村長キャラは別に私はやらないんですよ。やりたくないですよ。村長キャラははるかだけでいいですよ。そうだからいいんです。そうだから早く大人になりたいです。 そう、確かにね、長岡出身っていうのは今は一人だけだから、長岡を広めていきたいですね、そこは。ハートありがとうございます。そう、そうすればちょっとセクシーキャラっていうのがつくのかなって思う。なんかあれですよね、わかんなくなる。 ファンの方のね、総称はね、あるんですよ。チームエクボっていう総称なんです。そう、でもね、キャラかぶりとか、まあでもみんな通る道なんですよね、多分。みんなが悩む時期なんだと思う。そう、だから、わかんないんです。まあわかんないよね。言うもわかんない。答えなんてないんですよ。だから悩んでも意味ないんですけど。悩んじゃう。そう、キャラはでもみんな悩むよね。だってあのはるかだってすごい悩んでたしね。そうそう、あと自分の中のライバルっているじゃないですか。そういうこと。そう、あ、ハートありがとうございます。あと60日おめ、ありがとうございます。そうなんだよね。そう、それもある。 そう、はるか村キャラじゃないです。 ごめんなさいね、それはキャラじゃないです。あ、ありがとうございます。 なんだっけ、ミラーボールありがとうございます。
そうです、ハルカムランキャラじゃないです、ごめんなさいね。そうだから定着していければいいのかなって思ったけど、でもやっぱりライバルがいるとさ、みんなそっちを見るよね、人気とか違うと。自分の中で料理キャラ、ありがとうございます。あ、ファイト、ありがとうございます。だるま、ありがとうございます。そうなんだよね、やっぱり。あとさ、自分の年と近い人のことを見ちゃうよね、なんか。あ、自分はあの子より優れてないとか、なんか比べちゃうよね、多分。考えちゃうんだね。そう、そう。でもセクシーにできるのも限度があるんですよ、私年齢的にね。そう、だから早く大人になりたい。それが一番の解決法です、今の私にとって。昨日みたいなグループのイベント、うん、何、ああ、明日よろしくとかね。そう、今だからできること、うん、何だろうね。でもそれこそちっちゃいもんクラブとしての活動かなって思います。でもないよね。なかなかね、今は難しいから。はあ、ネガティブになっちゃった。そう、昨日もう良くないですね、本当に。だから、はあ、疲れる、悩んでると疲れるし、良くない、周りも暗くさせちゃうから。だから頑張ります。だるま、ありがとうございます。そう、だから私、あ、なんでもないです、これは。あ、ひまわり、ありがとうございます。そう、から後でみんなのメールの返信を見ます。それで元気をもらいます。SNS の路線はでもセクシーでいきたいですね。インスタはあれだけど、あ、ひまわり、ありがとうございます。
はあ、なんかしよう。よし。だからみんなは他の子を見ないでください。わかりましたか。あやねん、その奥、え、それはどう、鼻水。泣くのさ、我慢するとさ、こう鼻に来るよね、涙が。あ、バラありがとうございます。めっちゃわかる。あ、そういうこと。うん、なんかこっちゃんね、誰かがね、お家で入りしてるから吠えてます。よいしょ。お子ちゃんも泣いてます。優が困ってるから。おいしょ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 。ちょっとズボンが映らないように。ちょっとパパの声がすごい聞こえるんですけど、パパとココちゃんの。わかる、会えないから。みんなに会えたらもっと悩んでないかもしれない。ね、わかる。パパの声めっちゃ聞こえました。舌も吐いてるんですけど。見せられないです。ハートありがとうございます。クマさんのズボンじゃないです。あ、60日おめありがとうございます。ああ、それだけです、私の悩みは。トーク面白い、ありがとうございます。今も、今はねちょっとやめないかな、配信中だから。ありがとうね。ね、レベルマックス。わかる、本当に良くない。うん、昨日は、あ、じゃあ今日の朝、そう悩んでて、で、あの通販を見てました。通販となんかいろいろ見てました。なんかやっぱりみんな可愛い人が好きだから。そう、いや、しないんですけど、しないけど、そう、めっちゃ見てました。いろいろと。そう、あ、怪しい通販じゃなくて普通になんか。そう、みんな可愛い子が好きだから
なんか整形したらどうなるのかみたいなやつ見てました。しないけど絶対にそう、鼻とかすごいコンプレックスだから、そう、みんなが可愛い子ばっか見てるからちょろちょろして絶対しないけどね。そう、やばいよね、そんな見てそうだよ、あんまりみんなちょろちょろしちゃダメですよ本当に。私みんながちょろちょろしすぎていつか整形しちゃうかもしれないだからみんなちょろちょろしてて戻ってきた時にはユウのこの顔はないかもしれませんよ。絶対しないけど私は鼻がこんなになってるかもしれない。だからわかりましたか？わかりましたかっておかしいけど、いやしないですよ、そんなお金もないし、私怖いし、そんなゆうちゃんの言うことを聞きます、聞いてください、お願いしますありがとうございます。脅したわけじゃないですそうです、脅したわけじゃないですよ。そう、でも怖いよね、普通に考えて何するか分かんないし、仕事終わった、お疲れ様です、かわちい、ありがとうございます。そう、私の圧に従ってください。もうダメですでももし元に戻れるんだったら、元に戻れて無料でできるんだったら一回だけやってみたいかもしれない。でも元には戻したいですね。え、もしやるとしたらみんなどこやりたいですか？ゆうは、ゆうは鼻、鼻、あ、目はでもそう、一番人気なところじゃない？今日調べたんですよ、めっちゃ。別にやるわけじゃないけど、あ、目か、鼻、あ、一緒だね。でもめっちゃ高かったよびっくりした、目疑った高いなと思って。そう、髪の毛戻したい、髪の毛戻してください、頑張って家の髪の毛あげてもいいですよ。髪、あ、髪はでも言う、ここを増やしたいですね。ここすごい伸びちゃって、あ、すごいじゃそう、あと口の形を変えたいですね、すごい分厚いからゆうちゃんの好きなとこ後で送ります、お待ちしてますなに、ハゲって言ってないですよ私はいいですよ、髪の毛、あの、いっぱい髪の毛落ちるので
唇好きですか、ありがとうございます。あとはなんか一番痛いらしいけど骨を削るの顎だよね。でもめっちゃ痛いらしいです。そう、一番なんか何ダウンタイムっていうのが長いらしい。痛い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 、もう考えるだけで痛いもん。顎痛くなった。やばいよね、痛い。でもすごいよね、なんか今はそういうのが主流になってるから。まあ言うはやんないけど。痛い痛い痛い。髪の毛ないのでください、いいですよ。一人一本あげます。あ、身長は家も欲しい。でも身長ってできるの？伸ばせるの？身長は家も欲しいですね。そう、握手会で一人一本こう上げていくっていう、こうやって。身長は家160は欲しいですね。身長ならあげるよ、ありがとうございます。身長は欲しいです。整体に行けば1センチは伸びる。じゃあ毎年整体に行けばいいんですか。そうすれば身長伸びるのかな。でも多分姿勢悪いんですよね。だから姿勢良くしたら絶対2センチぐらい伸びると思う。だから姿勢をしっかりします。体重はいらないです。体重はいらない。そう、よく言われるんです、私身長高そうって。でもめっちゃ低いんですよ。157です。多分もう伸びない。もう160多分あったんですよ、前も言ったけど。でももう伸びないですね。そう、でも女性はそうそうそう、ヒールとか厚底履いたりすれば高くなれるから。そう、そうは見えないって言われるんですよ、なんか顔が身長高そうな顔って。あ、ハートありがとうございます。そう、アイドルはね小さい方が可愛いって言うけど、でも私はね高くありたいです。あ、嬉しい、好きな身長、嬉しい、ありがとうございます。サラとミュウミュウね、何センチあるのか分かんないけど、でも160は欲しい。165とか5いくかいかないぐらいは欲しいですね。そう、顔はね小さくないですよ。ありがとうございます。そう、顔をもうちょっと丸くしたいです。私本当におもながおもながなんですよね。なんだろうね、おでこが広いのかな。おでこは広いです、すごく。そう、あとは何をしたいのかな。あとなんか今日調べたんで、おかえりが昨日顔小さいって、あ、ありがとうございます。いや私は全然、ありがとうございます。何を調べたんだか忘れちゃった。まあでも通販でめっちゃもう見まくりました。
今月は緊急だから買わなかったけど、そうなんかね、靴をめっちゃ見てました。靴といろいろ見てました。ハートありがとうございます。はるかも今病んでるんですか？うん、でも昨日はるかに、そう私人気がその何セクシーキャラとかのことを話して、でもやっぱり人気がないから見てもらえないんだよねっていうのをはるかに話したんですよ。そしたらでもまだ確かにそうやって見たら差があるかもしれないけど、でも差なんて全然ないから、なんだっけ、頑張っ、違う、チャンスもあったりするから今はとにかく頑張るしかないよねみたいな、一緒に頑張ろうって言われたんですよそう本当に優しい子ですよね。ハートありがとうございます。そういい子ですよね。はるかゆうの足は 22.5 M かいつも迷って、そう M を買って失敗したり S を買って失敗したりします。なんか物によって大きさが違うんですよ。60日おめありがとうございます。そうだから SNS 頑張ろう習慣です。そうはるかって本当に何考えてるか分かんないように見えてめちゃくちゃ優しいんですよ。だから悩んだ時はすぐにはるかに LINE してます。ハートありがとうございます。ああ靴ね、そうなんか厚底の靴って今流行ってるじゃないですか。それを今日ひたすら見てたんですけど、なんか自分の思い通り、違う自分の思ってるものがなくて、なんか別に買う予定じゃなかったけど見るのをやめて、その後韓国通販でミニワンピース見てみたいな感じですね。そうはるかはね本当にしっかり考えてる子だと思いますね。ちゃんといろんなことをやるにして、やる違う待って、日本語が分かんなくなっちゃった、ごめんなさい。そう厚底スニーカーじゃなくてね、厚底サンデルっていうのがなんか今流行ってるんですよ。だからあとはあのしゃべり会のコスプレを探してました。ハロウィンのコスプレとか浴衣とかすごい見てました。通販で今の通販の浴衣ってめちゃくちゃ安いんですよ。4,000円ぐらい、なんか靴と浴衣と帯とリボンととかいろいろセットで4,000円とか3,000円とかなんですよ。すごいよね。誰もありがとうございます。そうびっくりしちゃった。あ、バラありがとうございます。そうでも言うね、靴ずれあんまりしないんですよ。なんか特別な時は靴ずれするけど、バラと誰もありがとうございます。あ、そうチカナでもチカナこの前履いてた気がする、厚底サンダル。そうなんか結構メンバーいっぱい厚底サンダル履いてるから、マスタードとケチャップはね全然芽が出ませんそうずっと水やりとか外に出してあげたりしてるけど芽が出ません。なんかねあれあげてみました、肥料みたいなやつ、でもね芽が出ませんそうセットで4,000円って安いでしょ。そうなんです。そう枯れるとか以前に芽が出ないんですよね全然。あのハートありがとうございます。そううん多分育て方は合ってるんですよ。
そう、あれなんか室内で育ててくださいって書いてあったから、室内でずっと育ててて、で水やりも、あの水あげすぎちゃダメだからスプレーのやつでずっとあげてたんですけど、全然芽が出なくてそう、ちょっとねおかしいんですよね。そう、まあでもちょっとずっとね、そうトトロ呼ぶしかないんですよね。ハートありがとうございます。そう、とりあえずトトロ、とりあえずトトロって何もうダメだよねって、いやなんかどっかでそれはちょっと思ってたけど、まだ諦めずに頑張ります。遅咲き、あそうなのかもしれないから、だからもうちょっと待ってあげてください。もうちょっと待ってあげましょう、一緒に。よしちょっと元気が出ました。でもさ、なるのかな、なんか早くなってほしいけど。トマトとか食べたい。でも食べても味しなさそうだけど、マイクロトマトだからこんなにちっちゃいの。ゆうちゃんまたね、またね、元気出ましたでもまだあの完全に元気じゃないから、後でみんなのメールの返信を見ます。そう、可愛いでしょそのトマト、なんか映えるよね。そう、今日トマト丸かじりしました、朝久しぶりにトマト。でもユウ、違うユウのファンの方はね、トマト嫌いな人多いから、そのトマトの話はあんまりしないです前めっちゃしてたけど、ほらトマト嫌いです、ね、いっぱいいるんですよねトマト嫌いな人。そう、結構ねいっぱいいるんだよね。あ、ハートありがとうございます。ほらトマト苦手。あ、トマト好きだよ。トマト好きな人もいっぱいいるけど、トマト嫌いの人の率の方が高かった気がする。トマト好き、あれ、うん、マイクロトマト育ててるよ、かわいいの。あ、すごい。私は全然育たないんです、私のマイクロトマト目も出てくれないんですよ、私のマイクロトマトちゃん。おかしいですよね。ね、トマト美味しいんだけどね。あ、トマト苦手、ほらトマト、トマト、私の妹もトマト苦手です。トマト好きで、ゆうちゃんも好き、ありがとうございます。ほらトマトだけはダメね。トマトジュースは好き。トマトジュースも美味しいよね。私は塩を入れる派です、トマトジュース。あ、ファイトありがとうございます。トマトは人間が食べるものじゃないからねほらちょっと苦手な人がいるんですよ、人間が食べるものですから。ハートありがとうございますね。入れる、そう、家も塩入れる派ですね。トマト豆乳はちょっとあの飲みたくないかもしれないこんばんは、おっしゃる、かわいいけど一押しマリナさんが配信中なので今日はそっちに、あ、いってらっしゃいそれはしょうがないですね。
ね、やっぱり塩入れた方が美味しい。ドライトマトは私食べたことないんですね。だるまありがとうございます。普通のトマトだったら塩だけ。加工したトマト、加工したトマトは逆にね食べたことないか。あ、こんばんはです。あ、こんばんは、ありがとうございます。ゆうちゃんかわいい、それは正直に言います。ありがとうございます、正直に。ドライトマトって美味しいんですかね。なんか普通のトマトの味するのかな。あの私梅はあの枯れてるじゃなくて乾燥してる梅は好きです。でも乾燥してるトマトは食べたことないですね。あ、だるまたくさんありがとうございます。あ、オリーブオイル、オリーブオイルと私トマト、オリーブオイルとバジルとさ、あれが好きです。なんだっけ、チーズ、なんだっけ、何チーズだっけ、モッツァレラチーズ、そう、それが好きですね。そう、枯れてるじゃなくて、なん、そう、干してある梅は好きです。ドライトマトは馬味の塊？え、そうなんだ。あ、カプレーゼ、そう、カプレーゼです。そう、カプレーゼが好きなんです。私はカリカリ梅も好きだけど、あのカレー、また違う、なんだっけ、干してある梅が好きです。干し梅、干し梅とか練り梅とかめっちゃ好き。あ、うまみうま味だった、うまみの塊間違えたはずまたおかしいね。ありがとうございます。あ、時間ちょっとやばいですね。おいしょ。あ、うま、ありがとうございます。メールは11時まで見れます。梅干しは好きですよ。梅系は結構好きです。だるまありがとうございます。はい、それではそろそろお時間なので、わきわき体操やっていきたいと思います。いきます。はい、ありがとうございます。それではキャッチフレーズもやっていきたいと思います。いきます。いないいない、エクボ、私のエクボにユーもハマっちゃうぞ。ハマっちゃいました、ありがとうございます。はい、それでは皆さん今日は逆質問、ん、相談、違う違う、逆相談、逆、ん、相談に乗ってくださってありがとうございました。ちょっとうまいこと言おうと思ったんですけど言えなかったです。はい、それではあのまた今日からポジティブに頑張っていきたいと思います。あとは来週の土曜日まで SNS 更新しまくるので、しまくる、しまくるってそんな大口叩いてあのしていくので見てください。あと明日はゆうちゃんの日でメール16通送るので、そちらもチェックしてください。それではまた明日お会いしましょう。バイバーイ、またね。あ、だるまありがとうございます。バイバーイ。